今日午前飯塚警察署から感謝状を送られたのは北九州市門司区のトラック運転手壁谷浩一さんです亀谷さんは今年7月業務でトラックに乗って焼山バイパスを走行中蛇行運転する乗用車を発見し警察に通報しましたその後警察官が蛇行運転していた女性の呼気を調べたところ基準値を超えるアルコールが検出されたことなどから